泉の今年2月までの売上高に当たる営業収益は4711億円で、既存店のリニューアルなどにより客足が増え 2.4% 増加しました。一方、今年2月に社内システムがランサムウェアに感染し、発注システムなどが停止に追い込まれ、一部商品が品薄になり客が減ったことで、およそ3億円の損失が出たということです。今回のサイバー攻撃がプラスに転じられるように、そういうことに全ての体制を変えていこうということで、あらゆる業務、私どもの企業の中のやり方を変えていきたいということで、現在進めているところです。それから減少、今年度はサイバーセキュリティ体制を強化するとともに、システム障害後に減少した客数を回復するための施策を進めるとしています。